DITLE、フェデリコ、ガルシャ、ロルカ、芸術は心の傷を癒す。私たちの中には言葉では言い表せない痛みや悲しみを抱えて生きている人がいます。フェデリコ、ガルシャ、ロルカは語ります。芸術とはそのような無形の傷を慰める最も深遠な手段であると。我々が直面する生の苦しみは芸術を通じて変容し美へと昇華されるのです。青ざめた月が夜の静寂の中で私たちの魂の奥深くを照らし出す。ロルカの詩は心に潜む静かな声に耳を傾けることの価値を思い起こさせます。自分自身に正直になり感じることの重要性を促します。彼の言葉は私たちの内なる世界と向き合うことの重要性を教えてくれるのです。歌うことはもう一つの方法で伸びる木のようなものだ。ロルカは創造性の成長がまるで生命の営みかのように自然であると説いています。私たちが表現することによって心の荒廃した土地が豊かな庭園へと変わるのです。私たち一人一人が積み秘めている芸術を通じて感情の迷路を歩き自己発見の旅をすることができます。ロルカの言葉は平穏な湖水のように深く響き渡る。芸術家が絵を描く一筆一筆は突風のような存在の問いかけに対する答えであり心の平和へと誘う瞑想の道である。芸術には私たちが直面するあらゆる問題や痛みに対して治癒という形で答える力があります。それは芸術家だけの特権ではなく全ての人がアクセスできる可能性への扉を開くものなのです。フェデリコ、ガルシャ、ロルカは私たちに思い出させます。暗闇の中でさえ光は見出されるものだと。苦悩は続くかもしれないが芸術という形で表されるとき私たちに希望と癒しをもたらすのです。心の傷からエネルギー。